原油高やウクライナ情勢に加え、急激な円安の影響もあり、食品などの値上げが続いています。宮城野区にある宮城生協の店舗です。この日訪れた買い物客も、食品などの価格が上がっていると感じていました。買い物してでも高くなったなって思いますか？なりましたね。平均して2、30円みんな上がってんじゃないですか？何が上がってるって思います？すべてですか？食べ物すべて。主人お弁当なので、やっぱり主人のお弁当も冷凍食品とかも上がってたりするので、結構いろんな、本当にそう考えるといろんなところでこう、ね、幅広く値上がりしてて、結構家計にはきますね。生協によりますと、原油高だけでなく世界的な気候の不安定さなどもあり、広い範囲で食品などの仕入れ値が上がっているということです。総務省が発表している消費者物価指数は7ヶ月連続上昇し、3月も去年の同じ月に比べ 0.8 ポイント高くなりました。宮城生協ではできるだけ商品価格に転嫁しないよう努めているということですが、消費者は対策を迫られています。安くて、まあ、量多いものを選んで買うようにはしてますけどね。何でも全部上がる一方じゃないですか、今って。だからそういうのは厳しいなって思いますよね。こうした値上がりは今後も続く見込みで、6月にはインスタントラーメンなどが、7月には食パンや菓子パンなどが値上がりする予定です。